桃太郎読んであげようか。パパ桃太郎。ワンワンいたね。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。すると川上から大きな桃がどんぶらこどんぶらこと流れてきました。桃家へ持ち帰り割ってみると、中から元気な赤ん坊が出てきました。赤ん坊は桃太郎と名付けられ、怖いのこれ。たくさん食べてすくすく育ち、村一番の力持ちになり、村一番の力持ちになりました。ある日、桃太郎の噂を聞いた都の偉い人がやってきて、国を荒らす悪い鬼を退治してくれというので、桃太郎はそれを引き受けました。翌朝、桃太郎はおじいさんとおばあさんが寝ないで作ったきびだんごを腰にぶら下げ、悪い鬼がいる鬼ヶ島へ旅立ちました。すると一匹の猿が現れ、猿きびだんごをくれというので、桃太郎は猿にきびだんごをあげました。すると今度はキジが現れ、俺にもきびだんごをくれというので、カモじゃない、キジだよ、キジ。桃太郎はキジにもきびだんごをあげました。すると今度は犬が現れ、あたいにもきびだんごくれというので、桃太郎は犬にもきびだんごをあげました。しずはこういうお笑い好きじゃないね。滑ってるね。来て。こうして3人の心強い仲間を得た桃太郎は船で海を渡り、鬼ヶ島にたどり着きました。怖い鬼。鬼ヶ島、鬼ヶ島に着くとすぐに悪い鬼が襲いかかってきましたが、桃太郎は仲間と力を合わせて鬼をやっつけました。しかし鬼がいつまでたっても泣き止まないので、桃太郎は鬼にもきびだんごをあげました。すると鬼は反省し、今まで盗んだ宝物を桃太郎に返してくれました。こうして世界は再び平和になりました。とさ、めでたしめでたし、おしまい。待って、お、すごい。おしまいって読めるの？おしまい。ひらがな読めるの？あんた。めでたし、めでたし。
こと。猫爪の夜。おや？おや？おや？あれ？あれ？あれ？もしかして？もしかして？そろそろかもしれない。その夜。間違いない。間違いない。今夜だ。急げ急げ。あっちからも猫、こっちからも猫。猫猫猫。猫猫猫。ついにこの日が来ましたね。いよいよですね。いよいよですね。たくさんの猫たちがその時を待っています。夜空を覆った雲が風に流され、そしてわあ、出た猫たちが一斉に立ち上がりました。夜空には綺麗な月が、いいえ、月ではなくて爪、猫の爪が顔を出しました。ました。今夜の爪はいい爪ですね、本当に。猫背を伸ばした猫たちがゆらゆらと揺れながら夜空の爪を眺めていきます。子猫いる。次はいつ見られるでしょうね。まったく猫爪ときたら気まぐれですからね、本当に。猫だけが知っている猫爪の夜のお話。おしまい。壊れてるってこと？よくみんな連れて帰んないね